エレクトリック・ライト・オーケストラは、イングランド出身のロックバンド。通称、ELO。前身のロックバンド、ザ・ムーブから発展。1970年代の米国で最も多くのヒット曲を放ち、1980年代まで世界的な人気を博した。1990年代以降は、創設メンバージェフリンやベブ・ベバンらが、冠名義で活動している。2017年、ロックの殿堂入り。ウォール・ストリート・ジャーナルが選ぶ史上最も人気のバンド100組で、ELOは第47位。レコードデビュー後しばらくの間、ロックバンドにストリングス楽器担当がメンバーとして在籍するユニークな編成で、クラシックの弦楽三重奏の要素を取り入れた独特のサウンドが特徴だった。1974年発表のエルドラドでストリングスアレンジにルイス・クラークを迎えて以降、レコーディングでは、ロックバンドとフル編成のオーケストラサウンドを融合させた楽曲アレンジを構成するように変化し、バンド内のストリングスメンバーのサウンド面への貢献は減少した。その後、1970年代後半から1980年代にかけて、従来のオーケストラサウンドに加えて、シンセサイザーを多用した楽曲アレンジをするようになり、よりポップな方向へサウンドを変化させていった。1979年発表のアルバム、ディスカバリーを機に、ストリングスメンバーを解雇し、ギター、ベース、ドラム、キーボードの4人編成となった。初期メンバー1970年、ロックバンド、ザ・ムーブが、エレクトリック・ライト・オーケストラ、通称、ELOという名を併用して活動するようになる。メンバーが、ロイ・ウッド、ジェフリン、ベブ・ベバンの3人になった1971年、アルバム、エレクトリック・ライト・オーケストラで再デビュー。バンドはELO名義に一本化し、ザ・ムーブの名は1972年頃に消滅した。自作制作途中でロイが脱退する。セカンドアルバム、ELOに、サードアルバム、第三世界のあけぼの、1973年とポップでありながら、プログレッシブロックに通じる実験的な試行錯誤の時期を経て、1970年代中盤からはビートルズライクなポップスの要素を強め、同時期を代表するヒットメーカーへと変貌する。1974年、ホースアルバム、エルドラドが初の全米ゴールドディスクを獲得すると一気にブレイクし、翌年のフィフスアルバム、フェイス・ザ・ミュージックもヒット。シックスアルバム、オーロラの救世主、1976年はプラチナディスクに輝き、ヒットチャートの常連へと成長する。その後、2枚組大作のセブンスアルバム、アウト・オブ・ザ・ブルー、当時大流行したディスコビートをELO流に解釈したエースアルバム、ディスカバリー、1979年を生み出しキャリアのピークを迎える。1977年から1978年にかけて行われたワールドツアーでは、ステージ上にレーザービームが飛び交う巨大 UFO を出現させ、メンバーがその中で演奏するという大掛かりな演出で話題をさらった。ウェンブリーアリーナのライブ作品も発売されている。同年に最初で最後の日本公演を開催。1980年代、映画ザ・ナドのサウンドトラックの片面を担当した6曲中3曲を全米トップ20に送り込む。タイムツアーバンドはロイ・ウッドが脱退したELOに以降、中心メンバーであるジェフリンがほとんど全曲を一人で書き、プロデュースしてレコードを制作していた。ナインスアルバム、タイム、1981年以降はさらに顕著になり、リンのソロプロジェクト的な色合いが強まっていった。ルイス・クラーク解雇以降、売りであったストリングスサウンドは姿を消し、シンプルなポップロックを志向するようになる。また、この頃から契約中のエージェント、ドン・アーデンマネージメントとバンドの関係がこじれ始め、1981年の全米ツアーは思うようにライブスケジュールを組むことができず、中途半端な規模で半ば中止されるような形で終わってしまう。テンスアルバム、シークレットメッセージ、1982年発表時にはライブツアーの予定すら組まれなかった。1980年代中盤頃、バンドとレコード会社の間の契約問題で活動が停滞し、さらにメンバーのケリー・グローカットがリンとマネージメントを訴えるという事態が発生。バンドに嫌気がさしたリンは、イレブンスアルバム、バランス・オブ・パワー、1986年の発表と、いくつかのギグ参加を最後に活動を放棄し、バンドは自然消滅した。ベバン1988年、ベバンはリンにELOのアルバムをレコーディングしたいと打診。しかし、リンが参加を拒否したため、ベバンはリンなしでのバンドの活動を行う意思を示した。これに対して、名称権利を有するリンは難色を示す。打開策として、パート2を追加したエレクトリック・ライトオーケストラパート2という名で合意した。活動開始初期に、ジョン・ペインがメンバーとして採用されたが、正式加入前に離脱して、1991年にエイジアに参加。プロデューサーも交代して再度仕切り直し、ファーストアルバム、銀河の探索者がリリースされたのは、翌1990年であった。ELO全盛期の旧メンバーであるミック・カミンスキー、セカンドアルバム、モーメント・オブ・トゥルースからは、ルイス・クラークやケリー・グローカットも参加するなど、オーケストラサウンドとロックバンドを合わせた1970年代のELOサウンドの再現を目指した。しかし、リン不在のELOはどうともしがたく、アルバムシングルともに新作が全米、全英でチャートインを記録することはなかった。ライブでは往年のヒット曲を演奏し、オーストラリアやロシアで生オーケストラと共演したライブアルバムを発表している。ELOパート2名義での最初のツアーは、コンスタンチン・クリメッツが指揮を務める80人編成のモスクワ交響楽団を迎えて行われた。1999年1月にベイツが脱退し、パルテノン・ハクスリーが代わりにボーカルとギターを務めることとなった。11月に最後のライブを開催。2000年初頭にバンド解散を発表。2000年にELOパート2が解散した後も所属メンバーのミック・カミンスキーやルイス・クラーク、ケリー・グローカットらはザ・オーケストラの名前で活動を継続する。2001年にはアルバムノー・リワインドをリリース。その後もELO往年のヒット曲演奏を主体にライブ活動を続けている。2008年ライブアルバムザ・オーケストラライブをリリース。2009年ELOパート2からのデビュー20周年を記念したコンピレーションアルバムアンソロジー20 Years and Counting をリリース。同年2月、ケリー・グローカットが死去。2000年、独自のメンバー編成によるELO名義で再始動する。過去にベバンとバンド名使用の問題で協議した件があったが、ベブが引退した時期と重なり、あまり問題視されなかった。旧メンバーからは、リチャード・タンディが参加した。2001年、ELO名義として15年ぶりの12thアルバム、ズームを発表。活動自体は当年度のみの短期間で終了する。2012年、完全再録したコンピレーション、ミスター・ブルースカイをリリース。2013年に、ズーム期のライブアルバムをリリース。2021年2月16日、ルイス・クラークが、オハイオ州で死去。ジェフリンズELOドイツ公演2014年9月14日にハイドパークで開催された BBC ラジオに主催のフェスティバルインアデーにヘッドライナーとして約30年ぶりに出演。リンとタンディはジェフリンズELOとして出演し、演奏にはテイクザットのバックバンドと BBC コンサートオーケストラが参加。2015年14年ぶりのスタジオアルバムアローン・イン・ザ・ユニバースを発表。2016年、2005年にリリースしたコンピレーションオール・オーバー・ザ・ワールドが11年越しで 9th アルバムタイム以来35年ぶりに全英1位を獲得。2017年、ジェフリン体制としては37年ぶりの北米ツアーを開催。ELOがロックの殿堂入り。対象メンバーはジェフリン、ベブ、ベバン、ロイ・ウッド、リチャード・タンディの4名が選出された。2019年、4年ぶりのスタジオアルバム、From Out of Nowhere を発表し、全英アルバムチャートで1位を獲得。2021年、ELOのデビュー50周年を記念したキャンペーンを展開。日本では給付の大々的なリイシューを実施した。ジェフリン1980年代半ばからプロデューサーとしても活躍しており、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター、ポール・マッカートニー、デーブ・エドモンズ、トム・ペティ、ロイ・オービソン、デル・シャノンなどを手掛けている。1988年から覆面スーパーバンドのトラベリング・ウィルベリーズに在籍。ウィルベリーズでもサウンドプロデューサー的な役割を果たしていた。1995年から1996年にかけて発売されたビートルズのアンソロジープロジェクトでは共同プロデューサーとして念願のビートルズとの共演を果たした。2020年、エリザベス女王の生誕日にて OBELO 脱退後、ロックバンド、ウィザードを結成。解散後はソロ活動に専念する。優れた作品を残しながらも、ジェフリンとは対照的に正当な評価を受けない不遇の時代を過ごした。後期、ELOのサポートメンバーだったデイブ・モーガンと1980年代半ばにザ・タンディ・モーガンバンドを結成するなど、独自の活動を展開する一方で、リンのソロプロジェクトやプロデュース作品にも参加している。他にも、ザ・ムーブ、ELO人脈での仕事をこなしており、トレバー・バートンバンドの1998年のアルバム、ブルー、ムーンズと欧州ツアーに参加した。2014年に再始動したジェフリンズELOにて、リン以外では唯一の元メンバーとして参加。ケリー・グローカット、ルイス・クラーク、ケリー・グローカット、ミック・カミンスキー、ルイス・クラークらは、ELOパート2のメンバーだった、エリック・トロイヤー、パルテノン・ハクスリー、ゴードン・タウンゼンドと共に、ザ・オーケストラ結成。それぞれソロでも活動している。ジェフリンズELOザ・オーケストラクラシック、ELOパート2ザ・オーケストラ1972年、1973年、1974年、1975年、1976年、1977年、1978年、1979年、1980年、1981年、1983年、1986年、1972年、1973年、1974年、1975年、1976年、1977年、1978年、1979年、1980年、1981年、1983年、1986年、ジェフリンズELOザ・オーケストラELOパート2に関するカテゴリー。ありがとうございます。